神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校は、神奈川県茅ヶ崎市下寺尾に所在する公立の高等学校。1963年に設置された。高等学校の略称は北陵。丘陵の上に位置し、のどかな風景を望める立地である。校舎の建て替えが計画されていたが、2002年の発掘調査で、軍が等の遺跡が発見され、計画は中止された。 2009年には従来からの校舎の基礎を利用した新校舎建設補強工事が進められる計画で体育以外の事業は仮校舎で行われていたが2014年に校舎の建て替えを正式に断念し旧校舎の取り壊しが行われた現在地から茅ヶ崎市以外の近隣地も含めた移転場所が選定される予定であるサッカー部ソフトテニス部 女子バスケットボール部は県内でも競合で関東大会や全国大会に出場経験を持つ。北陵の応援期には18回生の野口総一が携え宇宙を飛行したので NASA の飛行証明がある。2016年度の大学合格者数は国立大学が8名、公立大学が16名、慶應義塾大学が5名、早稲田大学が22名、 明治大学が48名などである。茅ヶ崎市、平塚市、寒川町、藤沢市から通う生徒が多い。自転車通学をする生徒が多く、全生徒分の駐輪場が確保されている。作詞は、清水治。作曲は、加藤久夫、村田邦夫によるもの。この記事は、プロジェクト、学校、高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。